ウィリアム・アリソン・アンダースは、アメリカ合衆国の元空軍省省であり、元電気技師、原子力技師、NASA 宇宙飛行士、実業家でもある。1968年12月、アポロ8号の乗組員として、地球低軌道を離れて、月に向かった、最初の3人のうちの1人となった。同僚のフランク・ボーマン、ジム・ラベルと共に月を10回周回し、 その映像と解説を地球に生中継した。このミッションの月周回中に象徴的な写真である地球の出を撮影した。仕事や軍務の他にジェラルド・フォード大統領のもとで1976年から1977年まで中ノルウェー大使を務めた。アンダースは1933年10月17日にイギリス領香港で アメリカ海軍中尉アーサー・アンダースとその妻、ミュディエルの間に生まれた。アンダースの誕生後、一家は香港からメリーランド州アナポリスに移り、アンダースの父は海軍大学院で数学を教え始めた。しばらくして一家は中国に戻り、日本軍の南京攻撃の後、アンダースと母はフィリピンに逃れた。母と一緒にフィリピン諸島へ向かうため、アンダースは 軍用列車で甲州へ向かった。その際、日本軍が爆撃していた川から200ヤードのところにあるホテルに滞在していた。アメリカ滞在中、アンダースはボーイスカウトに積極的に参加し、ボーイスカウトの中で2番目に高いランクであるライフスカウトを達成した。10代の頃、アンダースはカリフォルニア州。 エルカホンにあるセントマーティンズアカデミーとグロスモント高校に通っていた。しかし、成績が十分ではなかったため、兵学校へ行くための予備校、ボイデンスクールに送られた。ボイデンスクールを1951年に卒業して、海軍兵学校に入学し、1955年に電気工学の学士号を取得した。卒業後、アメリカ空軍の将尉に任命された。 1962年には空軍工科大学で原子力工学の修士号を取得した。海軍兵学校を卒業後、アンダースは空軍に入隊した。1956年にパイロット資格を取得し、カリフォルニア州とアイスランドの航空防衛軍団の全天候迎撃飛行隊で戦闘機操縦士として勤務し、 当時アメリカの防空境界線に挑戦していたソ連の銃爆撃機の初期の迎撃に参加した。ニューメキシコ州の空軍兵器研究所では原子力発電所の遮蔽と放射線影響プログラムの技術管理を担当したアポロ8号の搭乗員。左からアンダース、ジムラベル、フランク・ボーマン1968年12月24日にアンダースが撮影した。 地球ので1963年、アンダースは NASA の第三次宇宙飛行士グループに選ばれた。NASA では線量測定、放射線の影響、環境制御などに携わった。ジェミニ11号のミッションでは予備搭乗員を務めた。1968年12月、アポロ8号の搭乗員として飛行した。これは人類が 地球低軌道を越えて移動した初のミッションであり、月に到達しその軌道を周回した初めての有人飛行だった。月周回飛行中にアンダースは地球のでの写真を撮影した。その後アンダースはアポロ11号の予備搭乗員に指名されたが、同年8月に実施される国家航空宇宙会議の任務に就くことになり、その日をもって宇宙飛行士を引退することが発表された。 そのため、予定されていた7月に、アポロ11号が打ち上げられなくなった場合に備えて、地上支援員だったケン・マッティングリーが並行して、訓練を受けることとなったアンダースは、こう語っている。我々は月を探査するために、ここまで来ましたが、最も重要なのは地球を発見したことです。地球環境の保全について、アンダースは次のように語っている。暗い部屋の中で、 クリスマスツリーの飾りくらいの大きさの青緑色の小さな球体だけがはっきりと見えている状態を想像してもらえれば宇宙から見た地球の姿を理解してもらえるのではないかと思います。私たちは無意識のうちに地球は平らだと思っているのではないでしょうか。地球は巨大な巨人ではなく壊れやすいクリスマスツリーの玉のようなものだと思って 大切に扱うべきだと断言しておきましょう。1969年から1973年まで、アンダーズは国家航空宇宙会議の事務局長を務め、会議の大統領、副大統領、閣僚をレベルのメンバーに対して、航空宇宙システムの研究、開発、運用、計画に関する政策オプションの策定を担当した。1973年8月6日、 5人の委員からなる原子力委員会の委員に任命され、原子力発電、非原子力発電の研究開発を担当する主任委員を務めた。また、核分裂、核融合発電に関する米ソ共協同の技術交流プログラムの米国側議長にも就任した。1975年1月19日に行われた国の原子力規制、開発活動の再編成に伴い、 ジェラルド・フォード大統領から原子力の安全性と環境適合性を担当する新設の原子力規制委員会の初代委員長に指名された。NRC 委員長の任期を終えた後、中ノルウェー大使に任命され、1977年までその任についた。その後、26年間の政府でのキャリアに終止符を打ち、民間企業での仕事を始めた。 1977年9月にゼネラルエレクトリックに入社した。カリフォルニア州サンノゼにある原子力製品部門のバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーに就任し、サンノゼとノースカロライナ州ウィルミントンにある沸騰水型原子炉用の各燃料、炉内機器、制御、軽装機器の製造を担当した。また、テネシー州メンフィスでは、 GE とシカゴブリッジアイアンとの提携による大型構成圧力容器の製造を監督した。1979年にはハーバードビジネススクールの6週間の上級マネジメントプログラムに参加した。1980年 GE の航空機器部門のゼネラルマネージャーに任命された。この部門はニューヨーク州ユーティカに本部を置き、 アメリカ北東部の5つの拠点で8500人以上の従業員を要していた。製品は航空機の飛行及び武器制御、システム、コックピット計器、航空機用発電システム、航空機用レーダー及びデータ処理システム、電子対抗措置、宇宙コマンドシステム、航空機、地表の多方針武装システムなどである。1984年 GE を退社して、 テキスト論社に入社し、航空宇宙部門のエグゼクティブバイスプレジデントに就任した。2年後には、オペレーション部門のシニアエグゼクティブバイスプレジデントに就任した。1990年、ジェネラルダイナミクス社の副会長に就任し、1991年1月1日には、会長兼 CEO に就任した。1993年に引退したが、 1994年5月まで会長を務めた。アンダースは科学技術政策局のコンサルタント、防衛科学委員会やナサシモ委員会の委員を務めた。現在は空軍予備役軍団の退役少将である。2005年のベルゲン航空省でアンダースがタキシングする p 十一マスタングアンダースは教育や環境問題の支援を目的とした。 事前団体、ウィリアム・ A ・アンダース財団を設立した。同財団は1996年、ワシントン州ベリンハムにヘリテージフライトミュージアムを設立した。この博物館は2014年に、ワシントン州バーリントンのスカジットリージョナル空港に移転したが、アンダースは2008年まで館長を務めた。また、2008年までは、同博物館の航空ショーに積極的に参加していた。 月のクレーター、アンダースは彼にちなんで命名されている。2011年、カナリア諸島で開催された第一回スターマス、フェスティバルで初期のアメリカの宇宙計画について講演を行った。この講演は、ストムズ50 years of my in space として出版された。アンダースは、アメリカ原子力学会、アメリカ航空宇宙学会、 実験テストパイロット協会の会員である。アンダースは九百五十五年にバレリー・ホードと結婚した。二人の間にはアラン、グレン、ゲール、グレゴリー、エリック、ダイアナの六人の子供がいる。夫婦でワシントン州アナコルテスに在住している。アンダースは自身の慈善団体が設立したヘリテージフライトミュージアムの活動を続けており、様々な航空ショーや 航空展示会で財団が所有するヴィンテージ航空機を飛ばしている。空軍時代からの飛行時間は8000時間を超えている。アンダースは地球のでの写真について次のように語っている。私の宗教的信念を根底から覆すものでした。物事は教皇を中心に回っていて、その上には大きなスーパーコンピュータがあって、 それはビリーが昨日はいい子だったかどうかを気にしているという考え何の意味もありません。私はリチャード・ドーキンスと大の仲良しになりました。バズ・オルドリンと握手を交わし、アポロ11号の月への旅の成功を祈る。アンダース・アンダースはアポロ8号の他の登場員と共にアイアーのヘイリー宇宙飛行士賞を受賞した。1983年に、 ニューメキシコ宇宙歴史博物館の国際宇宙の殿堂、1990年に国際航空宇宙の殿堂、1997年にアメリカ宇宙飛行士殿堂、2004年に全米航空殿堂にそれぞれ殿堂入りした。1967年、アイスランドでの地質研修でアイスランドの地質学者シグルズル・フィオラリンソンとテッド・ホス博士と一緒にいる。 アンダース HBO が1998年に制作したテレビドラマ From the Earth 人類月に立つではロバート・ジョン・バークがアンダースの役を演じた。アンダースは p b s のテレビシリーズアメリカン・エクスペリエンスの一環として上映された2005年のドキュメンタリーレ a ス・ e to the Moon に出演している。この作品は アポロ8号のミッションに至るまでの出来事を中心に描かれている。アンダースはクリス・ライトチョのノーモアワールズ2コンカーの一章でインタビューを受けている。この章ではアポロ計画とその後の民間企業での活動の両方について触れられている。この本の表紙にはアンダースが撮影した地球のでの写真が使われている。アンダースは他のアポロ8号の登場員と共に シースパンのロケット面のブックレビューに出演した。この中でアポロ8号の打ち上げを待っている間に眠ってしまったという話をした。ありがとうございます。